金属製の自在がついているボールジョイントになっているレックマウントのものを使ってます。このレックマウントのやつは充電できないと。なんですけど充電用のクレードルって三脚穴とかないんですよね。なのでどうもこんにちは、ミカスです。自分の元ブログのやり方動画の時にですね、結構ねコメントをいただいたんですよ。これねソニーのカメラどうやってつけてんのか、まあ、もっと詳しく教えてくれという、まあ、質問をたくさんいただきましたので、今日はですねちょっとこのソニーのカメラのマウント方法について、詳しくね、 あとこれかリモコンのマウント、リモコンもこれワンタッチで取り外しができるようになってるわけなんですけど、ちょっとこれをやろうと思います。さあではですね、今自分のヘルメット2つともまあ似たような付け方で取り付けてあるわけなんですけど、まあポイントはですね、なるべくヘルメットに寄せる、なるべくこうヘルメット側に寄せるって、寄せて付けるっていうことと、あとは画角を考慮してシールドが入る入らないっていうのが出てくると思うんで、その前後調整してあげるっていうのと、あとは水平ですかね。であと高さね、なるべく人間の目線に近い方がこのカメラのこの上下のチルトの角度の調整もやりやすいかなっていうことで、まあそれらを調整できるものを使ってつけてあると。で具体的にはですね、ヘルメットに取り付けてあるこのベースね、両面テープで貼っつけてあるベース、これはもう GoPro 純正を使ってます。で前にもちょっと言ったんですけど、なんで GoPro 純正を使うかっていうと、社外品だとね精度があんまり良くないものがあるんですよ。なのでこれ GoPro 純正使ってあげるとガタが全然出なくつけることができるんで、 GoPro 純正品がおすすめですね。でその次にこのベースにガチャコってはめ込む、これもまあ GoPro 純正品を使うことになるわけなんですけど、はい、ネオテック1の方に使ってるのは GoPro の買った時に透明のケースの中に GoPro がこうディスプレイされてるじゃないですか。それについてるやつをそのまま使ってるんですよ。この後のねこの部分で調整が効くので、別にこっちはまあ高さがあるタイプじゃなくてもいいんじゃないかと思います。でこれなんですけど、まあ、金属製の自在がついてるボールジョイントになっている、まあ、延長というかね、まあ、金属製のものを使っていると。でなんで金属製かっていうと、がっちり締められるのとガタが全然出ないっていうところでこれを使ってます。で、ボールジョイントなので全方向360度に調整が効くので、これはもう必須ですね。必須、これがないとベストな位置が出ないんじゃないかと個人的には思ってます。はい。でここにそのままね三脚ネジ付きのものをつけてもいいんですけど、自分の場合はなるべく目の高さに近づけられるようにちょっとだけかさ上げしてあるんですよね。これ一番短い延長アタッチメントというかを使ってます。でその上に、はい、三脚ネジのやつなんですけど、これはレックマウントのものを使ってます。このレックマウントのやつはピンが出てるタイプ、まあ、ソニーのカメラってこの三脚ネジの後ろにねピンを入れるところがあるんで、こう回転方向にずれないようになってるんですけど、それを使ってます。でこれも金属製ですね。ということで、カメラの下のこの三脚ネジをがついてるところから、この GoPro 純正の部分に来るまでの短い延長と、360度の自在までは全部金属にしてやると。で今ちょっとここはね違うんですけど、まあ、ホームセンターでこの六角穴付きボルトなんかを買ってくるとガチッと締められるんで、まあまず動かないです。振動すらしないぐらいがっつりつきます。でネオテック1の方はこのタイプね、このくるくる回るのが途中についてるタイプ、このタイプを使ってるんですけど、こっちはギューッと締めないと当たった時にねこの向きがこう動いちゃう場合があるんで、まあ、レックマウントの方を使ってあげた方が個人的にはいいんじゃないかなと思います。まあ、ということで、まあ、ベストだなと自分が思うのはこのカメラの下から GoPro 純正までは全部金属製を使ってあげるっていうのが一番剛性感と、安心感とが高いんじゃないかなと思います。じゃあ次にリモコンね、バイク側についてるリモコンで、このリモコンも昔のリモコンと違って、まあ、現行のリモコンは充電用のクレードルを使わなきゃ充電できないと。なんですけど充電用のクレードルって
三脚穴とかないんですよね。なので同じレックマウントの部品を使うんですけど、まあ、あのスマホのケースに貼り付ける汎用タイプのロック機構というか、まあ、ひねれば取り外しできるっていうものを使うわけなんですけど、これの汎用品、スマホケース型じゃなくて汎用品があるんで、単純にそれを充電用のクレードルの裏に両面テープで貼り付けてあげると。そうすることによってクレードルごとバイクにワンタッチで取り外し、取り付け、取り外しができるようになっていると、そういった感じでございます。さあ、いかがでしたでしょうか。ということで、まあソニーのねアクションカムをバイクで運用するっていう場合に、まあ自分もね本当いろいろねここはこだわってて、ああでもねこうでもねって山ほどね部品買って、使わなくなったこの GoPro 部品が山ほど余っちゃってるんですけど、まあ、これが一番かなと個人的には思ってます。全部の角度調整もできて剛性感あって、でおまけにリモコンの方も給電しながら使えるということ で、レックマウントはね物はすごく精度もいいんでおすすめできるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回は、ソニーのアクションカムの付け方というかねをやってみました。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいね。